ありがとうございます。デビューの3レースから5レース騎乗を得て今どんなお気持ちですか？はい、いろいろ自分では考えて準備してきたつもりなんですけど、いざこうやってデビューすると全然考えられず、思うような競馬が全然できなくて、これからまた頑張りたいなとは思ってます。改めてジョッキーを志したきっかけ、また川崎競馬場を選んだ理由があれば教えてください。はい、小柄な体格と、身体サッカーをやっていたんですけど、身体能力を生かしたプロのスポーツ選手になりたくてジョッキーを目指しました。川崎競馬場を選んだ理由は、私が初めて競馬を見たのがこの川崎競馬場で、そうですね、一番あと家にも近く親しみがある場所だったからです。どんなジョッキーになりたいですか？はい、積極的で最後まで諦めない騎乗をして、見てくださっている方に、応援してもらえるようなジョッキーになりたいです。今日は限定的ではありますが、お客様もこうして競馬場に駆けつけてくれました。また画面を通して応援してくださいますファンの皆様に神尾騎手からご挨拶、そして一言メッセージをお願いいたします。はい、これからまだ下手くそな騎乗をしてしまうかもしれませんが、プロとして、しっかり乗って応援してもらえるように、馬券に絡めるように頑張りますので、応援これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。デビューおめでとうございました。神尾克己騎手にお話を伺いました。それで